は本当にあの忙しい中、このようにたくさんの皆さんにお運びいただきましてありがとうございます。これね、明日すると見つけちゃうんですよね。皆さん今紹介がありましたけども、私あの、ここに名前が出てます、宝本丸さんと言いまして、実は今日初めてこんな講座で皆さんの前で、まあ、落語をやるわけなんですけどね、もう結構緊張しちゃいましてね、昨日はあの座布団の前で、リハーサルやったわけですが、こうやってあの、満席の皆さんの前でお話しさせていただくのは本当にあの生涯初めてでございます。今ご紹介がありました通り、私あのこの3月31日まで山中湖情報創造館というね、ちょうど湖の五感にあるんですけども、山中湖文学の森公園というところにある図書館の館長を務めておりました。館長といってもですね、いわゆる、公務員ではなくて、そこはあの指定管理というところの、制度を取りまして、山中湖村の施設なんですが、よその団体が管理をしてでやっていく、そんなことをやってきた、施設でございます。開館はもう2004年の4月に開館しまして、僕もその頃に山中湖に引っ越してきたわけなんですが、なんだかんだ言ってるうちにもう14年経ちまして、もう15年目になります。図書館の館長でね、いろんな子どもたちの前で本の読み聞かせなどをやっていることはあるんですが、こうやって大人の方の前でしかも落語をやるなんて、ね、自分の中でも思っても見なかったんですが、今日はこの、皆さんとねお手元にチラシもあるかと思いますけども、山中湖落語愛好会というのを行いまして、年に2回ほど、大きな落語会をやります。今はお話がありましたけどもね、今度この翔太さんが来ていただけるということになりまして、いやこれもなかなか大きな団体になってくるかなと思っています。年に2回ほどそういう大きい、落語会をやる途中に、こんな小さなといいますかね、こういうアットホームな感じで、お座敷落語会を、やろうかということで、この話が決まりまして、まあ僕もこういう落語愛好会というメンバーにさせていただいた中でですね、ちょっとやってみようかなっていう、何を考えたかよくわからないんですが、落語もやってみるとなかなか面白いんじゃないかと思って、ちょっと練習を始めまして、前座でいいのでちょっと出させていただけませんかということでですね、こんな席を設けさせていただきました。本当にどこの師匠について入門してっていうことをやっているわけではございません。もう本当に自己流でですね、貯金の本を読みながらとか、YouTube とか、ね、パソコンでインターネットで落語を、ね、こう見ることができますので、そういうのを見ながら、こんな風にやるのかなとか、こんな風にやったらいいのかなっていうことを見ながらですね、こうやっているわけでございます。そんな素人の、落語なんで、いろいろ支障があっちゃいけないと思いましてね、実はこんなものも用意してきたんですね。よくありますね。この落語は、フィクションであり実在する人物なんだかは関係ございませんけど、一応つけてきました。ポロって何か言っちゃうことがあるかもしれないんですが、一応こんなことを仕事なんて許してあげてやってください。で、この講座に上がるにあたりましてですね、何かこう講座名というかね、なんとかて何になるみたいなのがよく落語はさあります。それぞれなんとかてとかで屋台になってますね、カツラとか。あれはもう一門といいますかね、そういう師匠につきまして、それちゃんと修行をして、ちゃんと前座の前にですね、太鼓を叩いたりとか笛を吹いたりとかですね、そういったことをやるんですが、私の場合全くそんなことないもんですから、もう適当に考えようかなと思いまして、つきました。この宝御殿というのがありますね。実はこれ山中湖村で、もう数年前から、山中湖村の町づくりということで取り組んでいる事業がございまして、山中湖村、歴史とか、観光地ではあるんですが、さらにこう歴史とか文化、それと、環境、自然とか環境ですね、それから人々の暮らしなどを、一つの大きな、こうなんて言いますかね、山中湖村全体を大きな博物館、ミュージアムのように見立てて、皆さんのこういろんなものを調べていく、あるいは自慢していこうということで、地域の宝をこう、一生懸命こう研究していこうということで、宝ラボラトリーというのを考えまして、それでこの宝に宝の棒って言って宝棒って言うんですね。その宝棒邸で、僕は先ほど紹介ありましたけど、名前は丸山と言いまして、
皆さんからマルさん、マルさんと呼ばれているので、いや、それでと。いうので、まあ、なかなか漢字で僕の丸っていうのは、急にペケッチョンってつく丸なんですが、落語家さんでこの丸のついてる方は有名な、高名な方がたくさんおりますので、それはちょっと、申し訳ないんじゃないかということでですね、このくるっと書いて、この丸ということで、丸さんです。ということで、宝の亭丸さん、今日実はこの前座ということでデビューさせていただきますので、今後ともご引きのほど、どうぞよろしくお願いいたします。講座に上がって、こういうところに上がってですね、話をすると、大体話ってこう頭の中真っ白になってですね、次何喋ろうかなって、一方で考えて、一方でこう口で出してということで、まあ、同時進行やるわけなんですが、山中湖、先ほども言いましたように、いろんなこう季節ごとに、楽しみがございます。まあ、特に、まあ、ちょうど桜がね、いい感じで咲いて、咲き始めた頃に、まあ、優雅な風ですからね、もう結構花びらが散ってしまったりとかするんですが、これからだんだん緑色も濃くなってまいりまして、5月になりますとロードレース大会があったりとか、夏になりますと奉公祭というのがあったり、それで僕はこの山中湖の昔からのお祭りの中で、安山祭りというのがですね、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、毎年9月の4日、5日、6日になりますと、山中諏訪神社という神社がありまして、そこで、安山祭りという大きな祭りが行われます。4日の引き上げ、山中諏訪神社にお祭りされている神様がですね、みこしに乗りまして、お旅所というところまで行きます。で、お旅所に、ご一泊されて、また戻ってくるわけなんですが、安山祭りというだけありましてね、妊婦の方がたくさん、いらっしゃいます。本当にこう安産で、子供が生まれることを祈願する、それと、まあ、安産で生まれましたよということでお礼参りに行く、まあ、そんな方が、そのお家に来るわけなんでございますが、このお旅所から、まず4日にですね、お旅所までこうみんなでお越しが続くわけですね。よいしょよいしょ、よいしょじゃないですね、よいよい、そうですね、よいよいって言いながらね、領主じゃなくて、みこし、神田の方にね、東京に行きますと、わっしょいわっしょいって言いますけど、こちらの方では、よいよいと言ってますね、よいよいって言って、これ、つつくわけでございます。で、お旅所にご一泊されて、また帰ってくるんですが、おみこしにとこう触るっていうことがご利益なんですよね。大きいお腹の大きいお母さんたちがこう、おみこしに触ったり、あるいはその触ってる人の前の方に手を結んだりしてですね、こう、ずら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 と並んでるんですね。で、ご一行されて5日の夜に、本殿にまた諏訪神社に戻ってまいります。そうしますと神木がありまして、そこで、ぐるぐる回るわけです。これがなかなか面白いことですね。諏訪宮影さす風流街にも砂流街にももそろ下にもそろなんていう個人歌が流れますっていうと、この前にずるずるつながってる人が、よいよい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 ってグループがあるから、ある程度行きますっていうとこう、モス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 ってちょっとこう、下がってくるわけですね。でこう行ったり来たりしながらご神木の周りをこう3回半回りまして、お社に戻られます。で戻られるときはですね、これがまた神事でございます。神様のこととか神事というものですが、その境内の電気を真っ暗にしましてね、写真も撮っちゃうわけなんです。で、正直に言ったら、正直に言いますかね、参拝にそこに来ている方も一応頬目を垂れて、神様が、そのおみこしからお社に戻るまで見ちゃいけないというしきたりがございまして、で戻るわけです。まあ、そんな風にしまして、無事に子供が生まれますというと、また翌年、お礼参りに来るわけでございますね。で、まあ、子供が生まれますというと、ちょうど役場に出生届を出す。で、出生届を出すにはどうするかというのが大事なのは、名前を付けるということが大事なんですね。ちょいとあんた、そろそろもうこの子が生まれて何のためなんだよ、うん、なんか名前考えておくれよ。そうか、この子の名前か、うん、どんな名前がいいかな、強そうな名前がいいな、加藤清正なんてのはどうだ。今時ね、加藤清正なんて誰もわかんない。
虎大社とか言うと分かんないから、あそこのお寺の和尚に聞いて、なんかいい名前つけてもらったらどうかね。それがいい。あの和尚に聞いてな、いろんなことを知ってるから、名前を聞いてこい。というわけで、このお父さんお寺に行きまして、和尚さんに、話を聞きます。こんにちは。こんにちは。おお、はっちゃんかい。どうした？今日はどんなようだね。あっしのところにね、子供が生まれまして、ぜひ和尚に名前をつけてもらいたいと思っております。おお、そうか、それはめでたいな。どんな名前がいい？私にな、名付けようになってもらうっていうことかね。ありがたい話だ。で、どんな名前がいいかね。そうですね、強そうな名前もいいんですが、やっぱり丈夫で長生きする名前がいいかなと思ってます。おお、丈夫で長生きか。そうさな、鶴は千年、亀は万年というから、鶴太郎に亀次郎というのはどうだ。鶴太郎ですか。鶴太郎に亀次郎、鶴太郎というとなんかこう温泉の名前をこう書いてるようなね、感じがしますけど、まあ、亀次郎っていうと、なんかいろいろ役者もいいんですけど、歌舞伎も好きなんですからね、もうちょっとなんか、いい名前といいますか、まあ、どっちかこう鶴は千年、まあ、亀は万年、千年経つと死んじまうわけでしょ。亀も万年経つと死んじまうわけなんで、まあ、そういうのではなくて、もうちょっと長生きするような縁起のいい名前はないですかね。そうか、いや、人間の寿命で千年も万年も長生きだと思うんだな。よし、じゃあこんなのはどうだろう。ことぶきに限りなしと書いて寿限と呼ぶ。はっ、ことぶきに限りなしで寿限。いや、それはめでたい名前ですね。他には何でございますか。五行の擦り切れというのがあってな。五行の擦り切れ、どういう意味ですか。天からな、3000年に一度天女が舞い降りてきて、その羽衣で石をそっと撫でるそうだ。これ撫でてるうちにその石の方が擦り切れて、これ一つの石が擦り切れるのを1個、これが5個もあるんだから、もうどんどん限りがないということだな。はあ、すごいですね。他には何かありますか。貝砂利水魚というのがある。海の砂利、海の魚、取っても取っても取りきれないという意味でな。これも限りがないという意味だ。ほう、貝砂利水魚。他には、水行松、雲来松、風来松というのがある。水の来る方、雲の風の行く末、雲の行く末、これも限りがないということだな。はあ、他には、そうさな、人間の暮らしにやっぱり役に立つ、欠かせないものということでいうと、食う寝るところに住むところというのがある。それは大切ですね。他には、そうさな、やぶらこうじ、ぶらこうじという、これは木の名前でな、大層生命力の強い木だそうだ。はあ、他には、そろそろネタが切れてきたぞ。そうだ、こんなのが、昔諸越にパイポの国があったという、パイポという国があったそうだ。そこに周林岩という王様と、ルーリンダイという奥方様がいて、その娘たちがポンポコピーとポンポコナーという王女様がいてな、これが結構長生きをしたそうな。パイポの国ですか。さすがに私はそういう国があったとは知らなかったんですが、他には何かありますか。そうさな、長く久しい命と書いて長久命と、それとあと、私がもし親戚に子供が生まれてつけたいなと思ってたのだな、長く助けると書いて長助という。はあ、それはありがたい名前ですな。ただちょっと最初からちゃんと覚えられないので、何かこう書いてもらえませんかね。そうかそうか、じゃあこれになちょっと書くからな。漢字だけだとわからないので、振り仮名を振っていただけないですか。あ、そうか、振り仮名もだな。よし、じゃあこれでどうぞ。はい、ありがとうございます。じゃあ早速帰ってうちのカカーと相談して、ここからいい名前選ばせていただきます。どうもありがとうございます。ありがとうよ。よし、いい名前もらったぞ。
ただいま。あ、小林さん、ゆっくりだったね。どうだ、いい名前もらったね。そうなんだよ、これがな、いい名前がな、たくさんあってな、みちみち考えてたんだ。この子が大きくなって、病気がなったり、怪我になったりするわけだから、無駄。あの時にあの名前をつけなかったから、あの時にあの名前を省いたからというのでは、目覚めが悪いな。おしょうからもらったこの名前全部つけちまえということでですね、このお主人あのこのお父さんとお母さんの子供におしょうさんから全部つけてしまいました、まあ、早速役場に行って、出生届を出すわけですが、どうしてもこの欄の中に名前が収まりませんので、この場合はあの別紙参照というのは別売りまして、そんな形で出生届を出したそうです。この名前のおかげか、この子供さん病気一つせず、怪我もせず、すくすく元気に育ちました、これが小学校に、保育園に上がりまして、また保育園も無事に卒園して、小学校に行きます。小学校に行きますと仲良しの子供さん友達もたくさんできまして、毎朝、学校に一緒に行こうということで、見に参りました。今日もまた仲良しの2人組が、お迎えに来てます。ねえ、ねえ、ねえ、子供たちはね、言葉を覚えたばっかりで、字を覚えたばっかりですからね。ねえ、一緒に練習したもんね。あ、ここだよ。うん、じゃあ練習したからね。うん、じゃあ一緒に言おうか。3、はい。10ゲーム。五香のすりきれ、海ざり水魚の水魚待つ、雲来待つ、風来待つ、く寝るところに住むところ、やぶらこうじ、ぶらこうじ、パイポ、パイポ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグリンダイ、グリンダイのポンポコピノ、ポンポコナの超救命の超すけ、ツーン。一緒に学校行こう。あら、まあ、今日、高弘君と直子ちゃん、今日も二人で仲良くて、いいわね、おばさんちょっと焼けちゃうわ。そう、学校にね、呼びに来てくれたの、ありがとう。でもね、うちの、受験も、五校のすり切れ、海砂利水魚の水魚松、雲来松、風来松、くうねるところ、住むところ、やぶらこうじ、ぶらこうじ、パイポ、パイポ、パイポの、シューリンガン、シューリンガンのグリーンダイ、グリーンダイのポンポコ、ピンのポンポコナーの、超キメの、超スケは、まだ寝てるんだよ。今ちょっと起こしてくるからね、待ってておくれよ。おれおれおれ、10ゲーム、五個のすり切れ、海鮮水魚の水魚待つ、雲台待つ、風台待つ、食うねえところ住むだから、やぶらこうじ、ぶらこうじ、パイポ、パイポ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグリンダイ、グリンダイのポンポコピーのポンポコナーの超救命の長介、起きなさい。お友達が学校行こうって迎えに来てるよ。お母ちゃん、まだ眠い。あと5分だけ。もう何言ってんだよこの子は。もうそんな疲れたサラリーマンみたいなこと言ってないで。はい、ほら、10ゲーム、5個のすり切れ。おばちゃん、学校遅れそうだから先に行くね。ねえ。そんな仲良しのお友達がいるかと思いますと、おばちゃん、大変。おばちゃん、大変だよ。あら、たけちゃん、どうしたの？授業も、高校のすり切れ、海鮮水魚の水魚、まつ、空年度が住むところ、エブラコーチ、ブラコーチ、パイポの主人がのグリータイ、グリーナイ、ポンポコ、インポンポコの長期面の長介ちゃんがね、一息で言えた。ね、あっちの原っぱで、金棒と喧嘩して、二人で大泣きしてる。あらまあ、うちの、授業も、五校のすり切れ、海鮮水魚の水魚松、雲台松、風来松、空年とか住むところ、やぶらこうじ、ぶらこうじ、パイポ、パイポの主人がんのグリーン台、グリーン台のポポポピンのポポコナの長期面の長介と、金ボートが向こうの原っぱで喧嘩して二人で泣いてるって。ちょいとあんた、聞いておくれよ。カクカクシカジカなんだってよ。そこは略すのかまわない。するってと何かい？うちの授業も五校のすり切れ、海鮮水魚の水魚松、雲来松、風来松、空年のところに住むところ、やぶらこうじ、ぶらこうじ、パイポの主人がんのグリーン台、グリーン台のポポコビーのポポコナの上級面の長介と、金棒と、向こうの原っぱで喧嘩してお二人で大泣きしてるって？そうか。
喧嘩に親が出るっていうのはもうなんだろうな。まあまあ間違いやっちゃいけねえや。ちょっとだけじゃん、ちょっとごめん、あの遊園地その広場まで案内してくれ。うん、おじちゃんこっちこっち。おじちゃんあそこだよ。お、どこにいるんだよ。おじちゃんさ、おいらがチクったって言わないでよ。分かってるよ。男同士からそれ、たけちゃんに聞いたっていう。どこにいる。あ、そっか。ほら、見てごらんよ。もうすっかり仲良し、すっかり二人でも喧嘩をやめて、仲直りして、もう二人とも笑ってやがる。ありがとうございました。